さあ始まりました、ポチドラ。どうも大竹遥でございます。本日はですね、10月の12日、ドラフト明けてその日というね、ところですけどね、興奮のドラフトというね、生配信お付き合いいただいた方、本当にありがとうございました。いろいろ勉強になりました。ということでですね、まぁ、ちょっと振り返りで、選手の紹介なんかをしていきたいと思いますね。まぁ、与田監督の辞任をですね、まぁ、球団が受け入れて、次は次期、監督は立浪選手じゃないか、立浪さんじゃないかなんてね、こともありますけれども、まぁ、そういうチームがガラリと変わるね、この転換期においてですね、まあ明確な意図が見えたドラフトだったのかな、ね、僕はねそんな風に思いましたね。バッター5人のピッチャー1人ですかね。でしかもですね、このスラッガータイプを取るというね、僕はですね今シーズン、佐藤輝明選手やらですね、牧選手なんかを見てですね、ルーキーのスラッガー羨ましいななんてね、常々思っていたんでね、非常に個人的にはいいドラフトになったのかな、そんな風に思います。で、まず、6人指名されたということなんですが、1位から3位まで、そして4位から6位まで2回の動画に分けて、お話ししていけたらなと思います。何分ですね、ドラフトの翌日ということで、ね、なかなか情報も出てないんですが、まあ、必死にいろいろ調べてまいりましたんで、お付き合いよろしくお願いいたします。まずはですね、1位のブライト・ケンタ、アドゥ・ブライト・ケンタ選手、右投げ右打ちの外野手ね、こちらお父様がガーナ人のハーフの選手であるね。でちなみにこのアドゥというのはですね、騒ぎという意味らしいですね。で、上部大学出身、OB にはですね、松井正人選手なんかがね、いらっしゃったりですね。この上部大学はですね、観光新学生野球連盟というね、そういう学生リーグに所属してるんですが、そこの出身で言うと笠原投手なんかがね、いると。で好きな、歌手はですね、ボブマーリーね、結構こうなんていうんですか、リラックスするような音楽が好きなのかな。で、まあ、趣味は古着屋巡りというね、まあ、こちらどちらもまあ大学時代の、お話なんで、今はちょっと変わってるやもというところなんですけれどもね。ドラフトのですね、特番でですね、まあ、柔道やっていた、全国狙える、オリンピック狙える、素質を小学生時代持っていたとかですね、大学時代日付が変わるまで、バット振っていて、そのまま練習場で寝てしまったみたいな、面白いエピソードもいろいろ紹介されていたんですが、明るい性格の選手だということですね。で、都大会は、2回戦止まりだったよと。ね、で通算38本ホームランを放っていますが、そのうちの28本は3年春以降に打つというね、何か打撃で掴んだというね、ことなんでしょうね。で、大学もですね、実は、3年生終わりまでレギュラー掴むことがなかった、4年の春から、レギュラーをやっと掴んだというね、ところで考えると、この野球のねきっかけを掴むと一気にドカンと伸びる選手なのかなと思います。プロでもですね、早く一つ何か掴んで一個上二つ上ね、そういうステージへ行っていってほしいなと思いますね。で上部大の、谷口監督、野球部の谷口監督も伸びしろについては太鼓判を押しているね、非常に楽しみですね。でもっと詳しく言うと、3年のですね秋までは3試合にしか出てないね、 8打数しかなかったね。で、まあ、その原因として変化球、特に変化球の選球眼が悪かったことが挙げられているんですが、フォーム改造の結果ですね、選球眼がアップした、ね。4年春のリーグではですね、打率3割8分に、対して出塁率が4割8分3厘と、めちゃくちゃランナー出れる。ね、まあ、OPS に直すと 1.223 というね、化け物じみた OPS を残しているわけで、まだまだ伸びると思われます。そうね、僕もね、考える理由が一つあって、まあ、確かにプロっていうのはですね、変化球のレベルが、まあ、大学に比べて格段に上がる。しかしですね、ストライクゾーンがシビアになるということで、こういうね、タイプの選手にとって見極めが逆にちょっと楽になるんじゃないかな。ね、僕は、そんな期待をしているわけです。しかも、スイングスピードが156キロ。これめちゃくちゃ速いです。プロのね、平均が140ちょいと言われてる中で、156キロですからね。スイングスピードが、速ければ当然ボールを近くまで見れるということで、選球眼もどんどん伸びていくと僕は確信しているわけですね。4球団競合したね、あの隅田投手からもですね、ホームラン打って、しかも1回目はね、この大ファールを打って、でね、三振前の大ファールなんていうね、野球には格言がありますけど、打ち直しのホームランを打つというね、すごいセンスの持ち主だということですね。中日のですね、米村、ドラフト担当はですね、バンテリンでも30本打てると、
本当かよというね、名古屋で30本以上打ったのはかつてですね福留選手と和田選手のみというね3人目に名を連ねることができるか非常に楽しみですね。で、もうこの関高新学生野球連盟というお話しましたけども、ここの成績、じゃあどういう成績なの、まあ、リーグによってね、実力も違いますけれども、じゃあどういう感じの選手なのというところで、実はこの、リーグの出身の OB にですね、現在阪神で活躍される大山選手がいるわけですね。なんでこちら成績ちゃらんとね、比較してみてください。割とね、似たタイプの成績、似た感じの数字残してるのかな。ね、大山選手のようになってくれたらね、非常に心強いですよね。そしてドラフト2位、鵜飼康介選手、右投げ右打ち外野手、ね、中京大中京高校から駒澤大学に進学、先んじてですね中日に入団している伊藤康介選手と高校時代の同期だと、ね、で駒大といえばですね大島選手の、出身校ということでね、早速いろんな会話がねもうチームでできそうな、ね感じしますよね。大学上がるときに金属バットから木製バットへの対応が非常に苦しんだそういう選手らしいです。でこのコロナ禍の間に、肉体改造をして体重をね100キロまで上げると、そういうね、練習が外でできない中でもこうベンチトレーニングすると、非常に努力家な選手であるという感じですね。で好きな食べ物が海鮮鍋肉、嫌いな食べ物梅干しキムチ、刺激があるものは苦手らしい。で好きなタレントは永野芽郁さん、永野芽郁ちゃんというね。で一番欲しいものが日産 GTR ね、名古屋出身なのに日産かいというね、ところもありますけれども冗談ですよ。で鈴木誠也選手に憧れているよというね、らしいです。で成績21年の、春リーグ春季リーグだけで見るとこういう感じですね。ちょっとね打率の低さ、そしてね一番気になるのが三振の多さ、ですね。ただしこの選手フォームがね結構独特なフォームなんで、そのですね変化球に対応できるようなフォームをこのプロの世界で、身につけてくれると一気に伸びると僕は確信しているわけでございます。もうね本当ね擦ったような当たりがこう映像を見たらねもうホームランになるというね、どんなパワーを持ってんだこの人はというね、ドラゴンズにはねなかなか珍しいタイプの選手かなと。ブライト選手がスコーンと飛ばすタイプだとすればこの鵜飼選手はこうアーチを描くタイプというかね、2人の、違ったタイプのホームランバッターが登場だぜという、ね、非常に未来は明るいぞという感じですね。で3位はですね、石森投手、こちら左投げ左打ちの投手ということで石川県出身、遊学館高校から、東北公益文化大、そして、日の国サラマンダーズというですね、九州アジアリーグというね独立リーグで活躍されていた選手です。この遊学館高校時代はですね甲子園出場して当時、小笠原選手にヒットを打たれてしまってね、大学時代はですねこの、指名漏れですかを経験したりね、なかなかこう苦労の多い選手だよというね。で、社会人チームの熊本ゴールデンラークスに参加するとそのチームがそのまま独立プロ野球化するというね、いろいろ波乱万丈な人生を送ってきた、野球人生を送ってきたような選手ですね。でずっと制球難に悩んでいたんですが、このサラマンダーズでですねソフトバンクで活躍していた真原さんがピッチング GM を務めていた、このね真原さんと二人三脚でこうレベルアップしてきて指名に至った選手だよということですね。その独立リーグ九州アジアリーグというのはねできたばかり、まだ創設1年目ですか、中でリリーフとして活躍、中日でもですね左の中継ぎというのはねなかなかいないところなんで、ぜひぜひ1年目から頑張ってほしいなと思うんですけれども、持ち味はまっすぐ、キレのあるまっすぐ155キロ、左で155キロ、信じられないですね、なんでこんな選手が残っていたんだと正直思うところなんですが、加えてスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、そして決め球としてフォークボールも習得済みだぜというね、非常に心強いですね。もうパワープロで使ったらズル、そう言われてもおかしくないような選手ですね。でサラマンダーズ時代はですね、真原さんにこのメンタルの弱さを指摘された、で、そして、いろんな訓練の中でマウンド度胸を習得、深呼吸をすると落ち着けるね、もうそういう域にまで達してる選手、当然プロの方がですね、まあ、プレッシャーというかね観客の数も多いですからプレッシャー非常にかかると思いますけど、このメンタルでねなんとか乗り切ってほしいなと思いますね。で指名された際にはですねもうちょっと上かと思った、
かっこわらというね、非常に強いメンタルをもう持っている、ね、期待ですよね、期待できますよね。請求難ですとかこういうメンタルの弱さを克服する、一つ一つ問題を解決する力のあるね、一つ一つステップアップする力のある選手ということでですね、将来的にはね、もう手のつけられないリリーフになってるんじゃないか、僕はねそう思いますね。で、この独立リーグでの21年、今年ですね、公式戦の、成績がこんな感じ、ね、まあ、見ていただければいいんですが、これね、やっぱ目を引くのはですね、奪三振ですね。これ奪三振率に直すと 15.61、 9イニング投げると15個以上の三振を取る計算、非常に素晴らしいですよね。で、ちょっとですね、心配されていました吉久もですね、まあ、15ですか、まあそんなに多くはないかなという感じですかね。36イニングの15ですからね。で、防御率も 1.73、 もうほぼ手つけられない選手になっている。これね、僕全部試合見てきましたら、点取られてるのは基本的にね、シーズンの前半戦、後半戦はね結構いいピッチングをしてるんで、こうね、まだまだ成長段階だよというね、末恐ろしい投手だと思います。以上、まず前半として1、2、3位の、選手の紹介してまいりました。非常に楽しみですね、僕はですね、もう来シーズンに向けて心躍るというね、感じでございます。後半もですね、すぐに上げたいと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。お待ちくださいませというね、ことで、今回はこれで終わりたいと思います。ナイスゲーム。